衛線を通過できるよう白衣集中攻撃を始めるわよ。何らかの防衛システムによって白衛機砲が阻止された。突破できたのはわずかよ。くそ、強行突破だエージェント。やり直しは効かないからな。異常エネルギーを検知しました。こんなの見たことがない。ターミナルから来てるようだ。入って出所を突き止めてくれ。システムのようだ。止められるか調べてくれ。敵はここだ。システムの濃度無効化。システムの濃度無効化。システムの濃度無効化。ようやく解除されてる時が来たぜ。知りたい。アクセスポイントを検知。そのターミナルに繋いでみるんだ。転送完了。相当な量のデータだ。調べるのに数分はかかるぞ。敵の無線を傍受。リビジョンがいる。あの飛行機には近寄らせるな。絶対にだぞ。連中が守ろうとしてるってことは何かあるな。飛行機を調べろ。毒ガスを検知しました。空気環境許容範囲。レーザーバック配置。俺はドーソンとカーターの様子を。アイザックのデータによると、レーザーバックはブラックタスクが持ち込んだ新しい移動性兵器のようだ。乗り物であることは確かだが、戦闘的な機能については不明だ。いずれにせよ吹っ飛ばさないとな。エージェントが助けを求めています。レーザーバックはまだ荷卸しエリアにあるかもな。手荷物処理場からモールに向かえ。敵の無線を傍受。ディーゼルが応答しない。死亡したか。了解。全部隊戦闘に備えろ。
事態に備えろ。あいつらどんな手を使ってくるかわからないからな。自動セキュリティシステムが起動中。探して破壊しろ。全ての二次システムがオンライン。一次システムは 76% だ。全面戦闘準備が完了するまであと60秒の見込みとなってる。この空港は絶対に渡さないぞ。ここで食い止める。して UE-5 にレイザーバック確認。ブロックをしてやれ、エージェント。ブラックタスクの実験兵器を大量に破壊したな。チームを送って回収できるものは回収させる。有益な情報や機材があるはずだ。